皆さんご機嫌いかがですか CJN TV の進行と人生の時間がやってまいりましたいつもはスタジオにゲストをお招きして素敵なお話を伺ってまいりましたが今日は久しぶりにスタジオを飛び出しまして横浜の美しくしがかというところにございます木村敦子さんのお宅をお尋ねをいたしました、えー、木村敦子さんは ご存知の方もあるいは終わりになるかもしれませんがこういう、えー、書物が出版をされています「はがきとともに」「はがきに絵と」このような素敵な言葉をお書きになりながら多くの人々に感動を与えておいでになられて、えー、今やこの展覧会が世で開かれたり。 また郵便局などにもこうしたハガキが展示されたりして多くの人々に喜びをまた幸せを届けておられる木村敦子さんこの方に今日はいろいろお話を伺ってみたいと思いますここにも何千といやもう何万になるかもしれませんお書きになられて送られたこうした はがきの一部をここに手元に置いておりますがさあこの主であられる木村敦子さんのお話を伺いましょう。 よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします厚かましくもお今日はご自宅を私たちはあの襲うがごとく、えー、参上させていただきましたが、えー、楽しくこれからいろいろお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、木村さんがこちらにこお住まいになりましたのはいつ頃からでいらっしゃるんですか今から二十。えー ちょうど元年に、はい、それ以前はどちらのほうにお住まいでえっとあ、えー、千葉県の市川市に、えー、あの社宅がありましてそこに1年間住みました、えー、そ,それからこちら,の方にらここを建てるのに1年かかりましてえー えっと家庭集会を続けるたいので、えっと家庭集会のできる家お願いしますと夫にお願いしてご主人にお願いしてすいいお願いですね。<laughs> 今続いています。そ,そして二十六年間はい。そうしますともう完成をなさってえまあこちらに大釣りになられて。 もう待ち遠しいと思うほど家庭集会をここで持ってお開きになられてそ,<う>そして被害26年間というわけですね,ですね。ダンボールが引っ越しの段ボールがあったと思いますけれどもその時から始めました、ええ、1> 第1回は「土砂降りの雨で」。 雨の日で,で雨降って地固まるので、ええ、あの家庭集会がうまく続きそうな、えー、その家庭集会をお開きになりたいと <laughs> やがて間もなくすると。 うちの主人もリタイアするようになるとその時にはこの社宅住まいを終えて自分たちの心境を構えてといいますかそこで何よりも家庭集会をしたいとこんなふうに家庭集会に聖なるこだわりをお持ちになったのは何がきっかけで それは、ええ、えと夫の転勤先で、ええ、旭川に、ええ、あの4年間住んでいましたその時に「氷点」を読んで、えええっと、三浦絢子さんがこの町に住んでおられるということが分かりましてその中に六条教会って絢子さんの通っていた教会の住所が 頂点の中に書いてあります。それで家から歩いて10分ぐらいで、その教会に行って絢子さんに会おうと思って行きました。えっと小学校入る前から実家の近くにえっとサレジオ教会というカトリックの教会がありまして、そこに長く。 通っていました。奥様が。私が小さい時から。小さい時に。小学生。終わるまでは。でたと思います。うんうん、イタリア人の神父さんだったと思います。キリスト教には。あるいは聖書には。もうその頃から。うん、ある面では。ああ、お触れになっていらっしゃった。そして。それがずっと時経て。 えー、ご主人が朝日川に御転勤の時ちょうど折りから「氷点」をお読みになるチャンスが与えられそうそう読んでみたら「あこの町には三浦、うん、綾子さんがおられるんだと」ということでそしたらば「六条教会」のことがそこに書かれていて六条教会を訪ねることになった <laughs> えそして,そして待望の、はい、綾子さんたちにお会いになられて。ええええ けれども、うん、あの声がかけられませんでした。<ー>やはりあの、うん、遠い方、うん、公の方っていうか、それであのあそあの教会のお後ろの壁に、うん、あの背を持たせかけて、うん、礼拝を守っているのは、うん、あの。 礼拝のたびに、分かっていましたけれども、全然声がかけられないで。ある日、はがきを書きました。うん、こういうことで、教会に行ってる。う誰々ですけれども。そんなこと言わないで、今度声をかけてちょうだい。 はあはあ恐れ多くておそば近くにえお声がけができなかったとうんそれを書いたらなこと言わないで今度こそけてちょうだいそういうことがあってとても可愛がっていただいたかなと思ってそういうご関係になられたそうですか。そのことがきっかけで 自分たちも家を持つようになったら家庭集会をしたいということにその三浦綾子さん方の関わりがそういう思いを生んだということですね。そうということは三浦綾子さんのご家庭でも家庭集会があって。 であいつか招かれた時に、うんあの「家庭集会を閉じたばかりなの」三浦家<ー>の家庭集会に執筆が忙しくなって「閉じたばかりなの」で、うん、あなたにも来てほしかったわね」っておっしゃったんですよね。あそれでとっってても心に残 家が与えられたら家庭集会をしようとその時思って彼女は多分私が家庭集会に合ってると思ってもう洞察力の素晴らしい方なので多分今をもうすでに想像して分かっていて進めて。 ご自分の家庭習慣がなくなったのでもし家を与えられたら一つなくなったのであなたの家でやってちょうだいそれがすごいなるほどそういうお声がけを早くもお会いした時にまだ受詮していませんと思いますけどそうでしたか。 あ、次来ついにその夢というかあ、お約束が果たせる時が来てここにお集になって家庭集会をそうすると何回になるんですか現在は二百えっと五十回ぐらい二百十回わ、うん、おわお,お,おそうですか <laughs> えー、ここにたくさんのいろんなお写真をお預かりを してるんでございますけれどもですね、えー、こういう貴重なお写真があります。えー、第100回記念というですね、はいえー、これをご覧をいただきたいと思うんですが、三浦康正さんをお迎えしてとご主人の詩人であります、えー、ね、康正先生を三つ三つよね三つよ。 え先生はですねえお迎えしてえそして第100回記念家庭集会ここにおられますね三代先生ここにおられますこのお家にいらっしゃってくださいうもうこの時100回を迎える前からもお尋ねくださっていらっしゃったんですかこれが初めてですあそうおいでいただいたのえそうですか三浦彩子さんが亡くなった で、えー、葬儀に伺いましたうん、うん、旭川で、えー、その葬儀の時に、えー、1>, 1対1でこう光代さんとお話しする時がね「えーえー、あ今日はご苦労様ありがとうございました」っておっしゃってくださって「えーえー、葬儀の日に家庭集会を長く続けてきました」うん「100回がもうすぐですので、うん、おいでいただきたいんです」って、うん、あの。 頼みましたの日そうしましたてこの取り込んでる忙しい時にねこんなことをお願いして受けていただけると思ってなかったので帰ってきてからそれから3か月半年ぐらいあったかなそれである日電話がありました。 100回の家庭集会がいつでしたっけ本人から光代さんからそれで「いついつです」って言いましたら「あっそれ言ってあげるよ」ってえそれがどこかのクリスチャンホールあのお茶の水クリスチャンホールセンターのそこで大きな集会を頼まれておられてで えっと、それが優先なわけです安全にもね来て、うん、それをキャンセルしてキャンセルして、うん、っていうか<ー>午前中だったんでそれでうちは10時半からですので、えー、それだか,だから今思うとちょっと申し訳なかったかなと思いますけれどもその公園の方がここに、えー ついて確かに連れていくっていうかね三浦さんを連れていくっていうために来ておられてその時には48名来てくださって靴はお風呂場に置きましたはいそれで食べるものはおにぎりとかテーブルに いろいろ出して、えー、あの立ち立って食べる。<ー> <laughs> そうですか。えー、そ,すそれはそれは思い出の集会になったわけですね。次来、ね、何度かそれを縁にこちらにお出になられたということを伺いましたね。大体私の伺っているところですとね、うちお先生はねあんまり ホテルにはお泊まりになるけれどもどちらかのおうちにとかあなかなかお隣になることのないお体のこともあったりしてねそういうお方だと伺ってましたがお気に入りなさったんでしょうね、うん、<laughs> はどうかわかりませんけれどもかぼちゃの煮物とか夕食に出しましたらこうホテルでは食べられない っておっっしゃって喜ばれたんですねうそうですか、えー、こちらにお尋ねをいたしましてね、えー、先ほどちょっとあちこちをキョロキョロと <laughs> 拝見させていただきます <laughs>、はい、そうしますと三浦綾子さんあるいは道代さん、えー、ゆかりの書だとかいろいろなものが、えー、このおたくさん 散りばめられているというか、はいはいうああ、記念として、はいえー、飾られている様子を拝見しました。はいはいうもう。この、お、木村家と。三浦家、えー。なんというか、深い深い紙によって結ばれた。え、西に流れたわけですね。すねえー、ここにも、綾子さんの実質の絵、ね、字が飾られておりますが。そう、でしたか。 さあ活庭集会のお話からいろいろお話を伺いましたが、えー、そういうような中でご自身としては、えー、いつが明確にキリスト者としてご受選をなさって、えー、このクリスチャンの生涯をお始めになられる転機になられたでしょうかね。それは、えー、夫が朝日川勤務だった時に 旭川六条教会に行きまして受をするのを1年ぐらいで決めたかなそうしてあの綾子さんが受選の日にもうすごく喜んでくださって、ええ、もう一番後ろで礼拝守っていたんですけどもうん、うん、宣伝式が終わったら、うん、もう走って駆け寄ってきて、ええ、あの肩を抱いて。ええ 祝福しててくださっ「私の本から生まれた私の子供っておっしゃってくださって、えー、抱きしめてくださったのがもう私は忘れられないその年もたくさんね彩子さんの本に出会って受選された方はたくさんおられると思いますけれどもうこう洗礼式を見ていただく。 うん、っていうのは旭川六条教会の、うん、三浦彩子さんの本を読んでてもう一人若い男の方がいて、うん、その二人だけなんですねなるほど、えー、でもなんという恵み、ね、そうでしたかそれが1986年の年でいらっしゃったんですねそうですかまあいろんな面で えー、三浦絢子さんご夫妻とは深い深い趣味ある絵にに結ばれなさったこれはお二人の <laughs> これは今や貴重な懐かしいある日の,のお姿というこ,と <laughs> これは亡くなる1998年9月に私がこういうはがき店を近くの、うん 地区センターで頼まれたんですね。うんえー、それであのご覧いただけないので、<え>あのこんな感じのものを展示するっていうことで、うんうん、あの一応展示するものを全部持って行って見ていただいてお宅にを託して、ね、その時の、えー、この手にしているのがそのお書きになられた<う>木村さんの半書き、えー、<う>これは。 赤、えー、とか何、うん、か貼ってあるのかなっていう感じでうなるほどね、うん、そうでしたかそれが受選、うん、そしてこのお皆さんご夫妻との深いそうしたあ関わりをお持ちになられた思い出の一コマであるわけでしたが、うん、さあ今のお話の中にね 出てままいりましたこれがそのこれははがきですね文字とこのはがきにこのようにして絵と文字をお書きになられるというこういうなんて言いましょうかねうんこれは何がきっかけでこうしたはがき絵 絵はがきを描かれるよようになられたんですよ、うん、えっと文子さんにも10通20通もっと出したと思うんですけれどもすごくあなたの執筆していても、うん、あなたのはがきを読むとすごく力をいただけるって書いてくださって、うんうん、あそうそうなのかなって。 思ってうん、あの家庭集会始まったらあの電話は一切しないで、うん、あの全部1回1回はがきで誘いましょうと決め,、うん、決めました。だから、その家庭集会とはがきっていうのがこう。 でもれない、綺麗な。は、うん、家庭集会の始まる以前から、こうしたものをお書きになって。皆さんにお出しになってはいらっしゃった。そう,そうです。それで割と支持、うん、支持されたっていうか。うんうん、力を頂けるとか、励まされるとか、いろいろ頂いたので。えーえー、あ、そうかもしれないと思って、聖書の言葉だけを。 うん、書くのだともうどなたにもできますよね。うん、だけど自分が聞いた説教、うん、読んだ新聞、うんうん、読んだ小説からこう受けた言葉で、うん、自分の言葉で誘いたいと思いました。えなるほどね。はい、時代 電話をかけて勝井、えー、集会にお人を誘うことは一切したことがないみんな一人一人に印刷ではなくて一つ一つ世界で唯一のそのおオリジナルのものを送られるということになって今日にそうなるとその書かれた数たりや大変な数になりますね <laughs> 応募になってらっしゃらないかと思うくらい <laughs> うもうねえ。<laughs> そうですか神に自分の喜びや恐れをすべて注ぎ出し意識的に忠実に祈ることです」そしてこういう絵をこれご自分で皆描かれる。そう茶室がそこにあるんですけど、ええ、あの茶室の畳。うん 一条ですね、これ。畳には必ず、へりがあります。で、これは、へりのつもりです。<あー S 1> それで、なるべく短く。て、あの、簡素に、こう。ずらずらかいて、結局、何を言いたいのか、わからない。手紙ではなくて。削って、削って。もう、これ以上、削れない。という。 うん、思いでもう夜も、うん、あ,あそこを「お」にしようかなとか「うん、が」にすると、うん、文章が生きてくるかなとか「お」とか「は」とか考えてるんですなるほどね <laughs>、えー、よく俳句だとか和歌短歌にしたりとかっていうことがありますけどもそうではなくて本当にご自身の中に 宿った思いをそれを本当にこのはがきの中にこういうふうに刻み込むというか書き記すことができるほどの短い言葉の中に濃縮させるそのためには手におはにも気をつけてというわけですがもらった人が誰かに伝えたくなるプレゼントをすると と言ってこののお花の絵を、ねえそ,えー、そしてここに、えー、印鑑を「ああつこのあそしてオリジナルの作品「えー、にぎやかな花見またやんべえよ」<laughs> でっかい「でっかいでっかい滝桜」ですか。みんなで 丸丸丸丸く丸くくくみんんななでよ丸く丸く囲んで囲よ島島の話滝桜っていうところにあ新聞からるほどね <laughs> おいこんなのがありますよ。 えー、2014年10月12日夫吉雄は青葉大教会で受選しました「おめでとう」という <laughs> これをお友達にこうお書きになって贈られた <laughs> さあご主人様もそうしますと奥様があ先にキリスト者になられて家庭集会を開きになられて そしていつもいつも一緒に家庭集会にお出になっておられあるいはこまごまといらっしゃる方々にご主人もかいがいしくいろいろお茶出しの手伝いをしたりとかしつ,つつついにご主人も主をお受け入れになられて晴れてといいましょうか明治ともにクリスチャンになられたのが2014年10月。 日、はい、嬉しかったででしょうねそうですねそぱ<う>り、うん、病気をしまして2か、うん、月入院いたしました、うん、近くの病院に、うんうん、毎日あの通いましたけれども、うん、あの私の行ってる青葉大教会の牧師が2か、うん、月の間に。 回七回行ってくださったと思うんですね。うん、で枕元で祈ってくださって、うん。それが一番大きいかなと思いますけれども。十<ー>月十二日私の、うん、夢に出てきたんですね。うんえー、で十月ああ、綾子さんの昇天記念日って分かったんです。うん、こ夢に、ね、うん、それで起きてすぐ。うん、あの。 去年の10月12日うん、うん、日曜日って分かってあじゃあこの日の受選はどうですかって夫に言いましたらクリスマスとかよりもいいって言ってそれで新浦彩子さんの、うん、昇天した記念の日に受選しました、えー、そうですか、えー、はいはいこれがそのご主人の受選の時の お写真、<う>今お通いの青葉代表会の奥先生が安住をしてお祈りをしてねえ、そして<歳>このうんこの洗礼の時にはああえー、ミラあ光さんがお立ち会いにはならなかったんですね。いいあその時はもう入院されて、うん、えっと死の十日前。 あら,らそうだったんだですのでうんあのするということはあのお手紙で伝えましたけれどももうあの書くとかいうのは無理な時だったのででもさぞや病床でお喜びになられたでしょうね。真実なあ お方ででいららっししゃるかかねそう,そうでしたかまあいろいろそんなお話を伺ってまいりましたことですが今私は膨大なこのちゃんとこのように保存をしておられるあの絵はがきというか「はがき絵」えー、と言葉ですね、えー、この一部をここに今あのお借りしておきましたんですが。 えー、保存しておられるものだけでももう相当の数になろうかと思うんですがこれは、えー、読むことと書くことはつながっているという <laughs> なんともね <laughs>、えー、この深い思いを込めてそしてこのだけの言葉を読み聞くとですねなんか 思いがさらに膨らんでそしてそこで思ったであろうお心が読み手にもなんかほうふつと伝わっているような感じがするんですがねそうだったらしすごい言葉には命があり力が宿っているといいますがそう思いますね。それにしてもこの絵心とかそしてこの書ですけれども。うん これは何かご自分でお習いになられたんですか？自己流です。すべて。すべて自己流。すごい全文が宿っていらっしゃったんですね。<laughs> 自己流なんですけど、なんか行きたくなるようなハガキ <laughs> 家庭集会に、うんうん、もういらっしゃいいらっしゃい待ってるよっていうハガキに見えるって言ってください。<laughs> そうですか。<laughs> うそれで来てくる。 本人に会いたくなっちゃう、うん、っていうことみたいな,な感じかなちなみに、えー、あるところでそのことがだんだん多くの方々に知られていってそしてこのハガキ展という展覧会をも何度もお開きになられるようになられたと伺ってますがそうなんですと近くの高等学校、うんうん の、えっと、文化祭。で、あの、はがきのことを。展示して、そして、あの、自分で語って、講演を。なんか、校長先生かな。頼みに見えたんですよ。郵便局で貼ってあったのを見た。あ、はは。そ郵便局に貼るっていうことは。それは。何を意味してるんでしょう。郵便局でも。 木村さんのそういうえと言葉というものにねこれが聖書そのものの言葉とかなんかそういうまた詩だとかという短歌だとかっていうならば結構多くの方々がそういう趣味やまたそういうことを作品を発信してらっしゃいますがご自分の言葉で思うことをこのように書き記し そして感動を与えるこのまさに非常にユニークというかえオリジナルというのがある <laughs> そ,まあそれを郵便局などもして郵便局の中にこうそう生地、まあの上にこう1枚ずつ貼って、うん、そうするといろんな方が見てくださってはがきが売れるようになるとかはがきが今売れませんのでね。<laughs> そうしますと郵便局で売っていますハガキにも投陽されたということなんですか？とあのこれを飾らせてください<あ>って言われたんです。あ,<ー>あのえっ、ー、と通帳出したりあれする、うん、カウンターに一枚か二枚ね、うん、で出したハガキをいつも飾ったんです、うん、郵便局に。そうするとあのこのハガキを買いたい。うん、うん、どうして売ってないのか。 あの局長さんが頂いたはがきだから、うん、あの売ることはできませんって、うんうん、売ってくれてくるってお,<ー>、えー、おっしゃっていました。そうなんですかやっぱり毎日こう一枚書くのに祈って書く祈って書くもうその人のことしか頭に ありませんよね、うん、他のことは全て祈って書く、うん、それがいいかな,なもうその人だけに集中して、うん、今あの人の必要な言葉をどうぞ書かしてください、うん、一人一人必要な言葉は違いますので、うん、その時その時そですと思っているけどそういうふうに書けてるとは思っていませんけど。今 お言葉の中に、えー、このお会う人ごとに、あるいはまた毎日という言葉がありましたが、ほとんど毎日。ほとんど毎日。ご飯を食べるように、朝昼晩が、えー、はがきを書く。そうなんですか。<laughs> い,やいやいやいや。<laughs> えー、さあそんなですね、木村さんは。 えー、どちらでお生まれになられたご出身はどちらってそうなんですか、はい、じゃあいわゆる昔ながらの表現すると翡翠の江戸っ子ということになるわけですか。そうですねここにです、ね おおお小さい頃のお写真をお預かりしましまたあまり素敵な写真なのでちょっとご紹介してしまいたいななんと思ったんですがまあこれ素敵な素敵なお写真ですねまあ目のパッチリした一番上の子だったのでね<ー>多分両親が撮ってくれたんだと思って、えー、他の子供のはありません何兄人兄弟？四人兄弟。 男と女のバランス上3人が女で一番下が弟なんですけど他の写真は誰も残ってないほりほりほりりねここにお父様お母様に抱っこして生まれたばかりのあつこさんね今100歳で老人ホームに生きてあらららそうですかお父様は 何をお仕事にしてらっしゃったか、ねうん、っと書道塾ですね書道家でらっしゃったんだんやはりそういう DNA がやはり、えー、ね終わりになるんですね <laughs> でもご自分でもお父様のご指導のもでお手ほどきなかった、うん、あいはそうでなくても、はい、ああそうした 何とも言えないお味あいの主じをお書きになられる <laughs>、えー、そうですかあこれが今おっしゃったご兄弟そうで <laughs> ねねえそうですか <laughs> そして、えー、<験>いろんな写真がありますがこの先ほどの受選をなさった旭川のこのね六条教会、えー、その時のこれ お写真これは、うん、まさにあやこさん、うん、これがありますここがあぐち、はいひっくり返りましたすがあやこさんですねそうですか喜ばれたんですよね先ほどのお話のようにねさてそういう風うにしてこの東京を前目黒で生まれなさったということですけどもいや このご主人とご結婚なさってからいろんな各地を巡られるということになられてそれまでは東京ずっと東京はいでも20歳で結婚しましたのでほとんど全部十7回転勤すべ、えーえー、ての転勤先に行きましたそうですか、はい 二十歳でご結婚なさって、はい、そうですかここに。 こんなお写真ま私はあのー、ストーリーを何かあ頭の中に描いてお話をさせていただいてるわけではないんですけれども <laughs> 何かお話し,しているとストーリーがそこにあるがごとくたまってこのぴったりとこのご結婚の写真までお預かりをしておりました素敵ですね。 <laughs> 古いねご十五年前 <laughs> そうですかええー、ご主人のお仕事はちなみに何ですかえっと生命保険会社日本生命に四十年近く勤めていましたそうですか、はい、んご結婚をそのご主人となさるその縁しきっかけっていうのはなんでございました 例は母親が日本生命に勤めていました私の母親。が。はい。うん、それであの、うん、私も日本生命に入ったわけです、ね。ええ、うん。18歳で。それであのそこで主人と出会って。ははは、ね。その会社で聖書研究クラブっていうクラブがありまして,てその会社に。 で先に夫がそのクラブに入っていてあれ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 あ,れあ,れあの昼休みにやっているから、うん、あの出ないかって、うん、誘ってくれましたそうなんですか、はい、これはそのお写真なんでしょうかそうえー日本生命の中で清掃研究のクラブがあったそ,そこに <laughs> ご主人が おられて、誘ってくださる。ということは、昨年ご,ご主人がご時選をなさったと伺いましたが。ね、ご主人の方が、聖書を学習歴は長いということに。そういうことです、ね。あら、まあ、そうですか。ね、人生不思議ですね。そうで,ね <laughs> うですか。<laughs> ええー、そして、導かれたご主人に、よって。 また、ね、その転勤先の旭川で皆さんたちともお前を出会いなさって受選を早くもなさった奥様は受選をなさった時ご主人を先駆けてですね受選をなさったわけですけども私はどうしてもクリスチャンになるイエス様を信じ天地万物の創造主の神様をお父様と呼ぶ者になりますと。 まあ、ある面では、えー、ご主人をですね、えー、押しのけるようにして、えー、そこに優煎をなさったわけでございますが、はい、なんかそれほどの強いご決心<ー>動機づけがあったんですかうん動機づけはないと思うんですけどもあ主人に申したら「うん、10年早い」って言われました、ねうん、その時に、うん、あでも,あのもう牧師に。 受診します」って言ってきましたのでミラヤカさんも喜んでくださるのでだからご主人はプリッとしてしまってました。 こう輪立ちができたりして歩くとも結構大変で今から30年前は雪が深くて大変であ礼拝院に送って,って終わったら迎えに来てっていう生活をしていて今日は三浦絢子さん来た今日は お二人「いらっしゃった」って言ってあの車帰りの車に乗ると「聞くんですね、うん、夫が」<laughs> だから「そんな聞かないで上がればお会いできるので」って言ったんですけどでそのことを綾子さんに手紙で書いて「夫は毎週迎えに来てくれます」って「綾子さんが来たか来たか」ってね「あの聞くんです」っていう話を出しました。 もうそのことをずっと覚えててくださってご主人によろしくご主人によろしくってねもう主人がいつも気にしてくれていたっていうことをきちんと覚えてらしてご主人はえ何かこだわりが終わりだったんでしょうか送ってはくるけれども中にお入りにならないね、うん、でもいいことだけどまた迎えに。 をしているっていうのは、うん、多分もう分かっていて、うんうん、そう何か出し抜かれたことについて <laughs> ある面で、うん、僕よりも先にと思い習いたかかもしれません, <laughs> ん、ね、男性ですからね <laughs>、えー、若干、えー、イエス様に嫉妬なさったかもも、そうでしたか、うん、そんなふうにして、えー、このついには ご主人も洗礼をお受けになられたわけですが洗礼をお受けになられるというのはある面ではそのタイミング的にその時ではあったけれども心の中では主をお受けになられてそして絶えず家庭集会にも出続けられて、ね、そしてある面では。 ああお失礼ながらああ聖書理解についてご主人の方が奥様に専攻していらっしゃるというそういう部分もあったのかもしれませんね家庭集会に来た方は、うん、もう二人で家庭集会をね担、うん、ってるからいいですよねって、うん、クリスチャンじゃないって言っても <laughs> も,うもっとクリスチャンらしくて、えーうん、それでは私はクリスチャンじゃなくて、えー、夫がやった ているように皆さんに思われました。そうね、今はあ。4時から1時間、うんうん、1> 朝、ここで夫と2人で祈りの時間を持っています。うんうん、たくさんの方からお祈りお願いします。って頼まれているので、うんうん、えっと聖書と、うん 榎本泰郎先生の「一日一章」を読んで、うん、あの全世界のお、うん、証しの、うん、お小さい本があるんですね「うん、アパルーム、うん、それを毎日二人で読んで、うんうん、今教会の中のことは私の方がちょっと詳しいので、うん、それを祈って <laughs>、えーえー、今日のこともどうか神様守ってくださいって祈って、えー、今。 迎えましたそうですか、えー、いろいろ話を伺っているともうあっという間に時間がたってしまうんですがこういうお写真があるんですがこれは何のお写真なんでしょうか、えっと日本信託銀行かな、うん、があの募集した60歳のラブレター六十60歳以上の方の夫でも妻でも、うん、あの向け。 や妻に向けてうん、うん、ラブレターを書きましょうっていう,う,ん、うん、う募集だったんですね。うんうん、私は切り抜いてうん、うん、あの新聞のまあすぐは書けないから引き,引き出しにしまってしまってうん、うん、である日見たらあそうそうこれ早く出さなくちゃと思ってなかなかやっぱり言葉が与えられないのでうん、うん、なん。 書かせてください。とお祈りしたら、あの書くことができたんですね。で、夫にはあの黙って何にもいつも食事の時もしっかし。うまいよ。なってみんなに食べさせてあげたいくらいだよ。なって、そういう言葉を言ってくれる夫なんですよ。もう人に言うとそんなことを言ってくれたことないって皆さんおっしゃってるんですけど、もう。 かしうまいよなってねはあはあ毎回の食人を褒めるもうすごいあの人にしかできないだと思うんですけどそれで私はそれがお主人お幸せねすごくあ耳についてるわけですよね毎食毎日のように言われる言葉なのでそれであ、六十歳のラブレターあもうこれを書こうと思ってそのことを書いたんですそしたら ある日金賞になりましたから症状を差し上げてお宅に伺いますっていう、うんうん、おーおーびっくりと思って、うん、その受かるって思ってませんのでみんなそれからはね、ええ、あの私も受かろうと思っていろんな人から応募したんですだけどまだ誰も受かってない <laughs> そかえー、60歳のラブレーター金賞木村敦子殿。 ねえあなたの作品は住友信託銀行60歳のラブレターの選考においてその優れた内容により金賞に入賞いたしましたので <laughs> ここに賞賞いたします2001年3月7日、ね<う>えー、住友信託銀行株式会社、えー、代表取締役社長誰誰と言うんでちゃんと特使が来られて長女<う>とともに<う>、えー、ねえ <laughs> えー、賞金とそれで50万円をいただいたんですねああそ,でしそしたらお礼のことを書いて当選したわけですよね主人が毎日言ってくれる言葉のことを書いてねだから半分はお礼がいなかったら書けないのでお礼に半分はよこせ。 その賞金のね。<laughs> れでに二十五万円夫にあげました。残りのお金で旭川に行きましたえ。あ、そうでしたか。あ、まあ、楽しいお話を伺っているし、<laughs> 時間が参りましたことですが。さて、いつもね、私どもはこの番組の最後のところで。一言書いていただくんです。えその。 方のお心の中にあるとても大切な言葉さあ木村さんは何を書きいただくことでしょうか一つよろしくお願いいたします <laughs> 薄いですねい結構ですよこおじゃあお名前もうか 書ききいたただきました言葉「道ありき」木村敦子綾子さんの書の中に「道ありき」とありますが改めてこれをお書きになったお心はえっと去年夫が78歳にしてたど、うん、り着いた道という。うん 言葉を、あの、受精の時の証の文を書きました。うん、道があったっていうことですね。とても心に残って、<ー>三浦綾子さんの小説の。中の小説の題ですよね。うん、で、ご恩返しが少しできたかな。 って思っていますすそうですか道ありきですね、えー、ご主人がついにまさにこの道に、えー、そこで、えー、身を置かれたそしてそれは神様の深い深いもう当初からそこに、えー、開いていてくださった道であったとこれからまたこの道を。 夫婦して、えー、歩んでいこうという思いがししとつかわってまいります,そ,す、ね、それにしても今日の話を伺っていますとご主人様とのお二人の本当に素敵なご夫婦愛といいますかね、えー、そして、えー、ある時は奥様がご主人に動機づけを与えそれ以上にご主人は奥様にまた動機づけを与え 結局そういうふうにしながら糸がちょうどこうなんて言いましょうかあ結び合って一つの紐になるみたいにですね三、ねうん、浦彩子さんと三浦光代さんみたいになりたいーーな,なってないですけど。どね、<laughs> 少しでも 近づきたいなるほどねあのお二方もね本当に素敵な、えー、お方ですねそして体の弱い<う>、えー、奥様をご主人が助けられてね,ねそしていつ天に召されりゃ知れないようなお弱さの中でしかしご一緒になられてそ,そして あのような世界にある面ではではすねす、えー、愛を響かせる国際として奥様は小説を書きご主人は詩を書きそして何よりのお二人です敵な道を行かれて今は天理ですがそのお二人をいつもモデルにしてらっしゃる。そうね今 あの天に帰られましたけれども、うん、あ見守ってくださっているんじゃないかなっていつも思っています。うん、六条教会の、うん、時はとてもお元気でした。三十、うん、年前ですから、うん、でも礼拝が終わると、うん、豊岡の方に住んでおられたんですね。うん、豊岡の方に帰る方はいませんかって。 おっしゃるるんですよね街道出てくるとそうすると何人かがそちらへ帰る方はあのタクシーにあの、うん、まだ乗れるわけですねお二人だけ、うん、で一緒にねでも、うん、そうじゃなくて食事をする時にはもうこうスキップして二人で「今日はお蕎麦屋さん」うん、って、うんえー、行くのを見て。うん もういつかああいう姿になりたいって願っていました、うんうん、そうですかいやそれが家庭集会を引き継がれてそ,、ね、そして同じ道を歩まれながらそしてこのところに多くの人々がこの絵手紙を通しながら招かれてまあもうすでに何千という人々が出入りをなさったかと思うんでございますが。 どうぞご夫妻で、さらなる素晴らしい、うどうぞ後継ぎをしていっていただきたいと思います。<う>今日はですね、す本当に貴重な時間をいただき、厚かましくも参上して、この番組にこうしてお話を伺うことへさせていただいて、心から感謝をいたします。どうぞご活躍をお祈り申し上げています。ありがとうございました。 皆さんいかかがだったですか今日も楽しくそして多くの人生に対する良きしさを皆さんがお話を伺いながらいただいたんではないでしょうか、えー、木村敦子さんがこの素敵なはがきに絵と言葉をお書きになられて贈られた多くの人々がそれに感動を覚え その一人一人の人生の中にその言葉から励ましをいただいてそこに自分の人生の新しい道を立て上げる、まあ、そんな礎をそこに据えてこられた秋村敦子さんでしたここにですねご自身がこの記された記念すべき一つのこの絵はがきですね これがありますが、私の本から生まれた私の子供、三浦綾子さんから送られた言葉に今も励まされてと、厚子さんが、こういうように、綾子さんのお写真をあしらいながら、この言葉を他の方に送られたわけですが、まあ、先ほどのお話にもございました通り、綾子さんは、 本当に、厚子さんの救われなさって、イエス様を信じになって、しかもご自身があ閉じなければならなかった家庭集会を、厚子<ー>さんが引き継いで再開されて、今日に至る。そして、こんな素敵な証人になっている。これはですね、綾子さんの生涯の大きな喜び、励ましになられたと思いますね。 私の本から生まれた私の子供よ。これがまた、その後、今日に至り、また今後も、厚子さんご自身、またそのご主人をも励ます、愛子さんの言葉になっている。いやー皆さん、人生って素晴らしいですね。人との出会い。また、その出会いを通して、良き言葉を人からかけられた、 そのことは人の人生を生かす。そしてまた他の人々を生かしていく。私はその言葉の素晴らしさ、人間の出会い、交わりの素晴らしさを今日つくづく、この思い起こさせていただきました。最後に、道ありきと書いていただきました。人に素晴らしい人生ありき、それは神様が、イエス様がそれぞれに 設けてくださったあなたがここを通ってここに至るのよとそのようにそれぞれに道をそこにお定めくださった愛と恵みの人生という道筋そこに私たちがたどり着く時「ああここに私の道があったと」とこう喜びのうちに言い表すことができるんでしょうね。木村さんもしみじみじと ここに私の道ありき、ご主人のまた道があったと今日語っていただきまして、この番組を結ばせていただくこととなりました。さあ、皆さんも素晴らしい道を歩み続けてください。ごきげんようさよなら。また来週この時間。この番組は神様の家庭を建てる父の学校を提供です。